皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。創作欲チャンネル、動画のご視聴ありがとうございます。今日はですね、こちらにあるこのテレビなんですけれども、こちらパソコンのモニターのメーカーなんかでは著名な映像が作ったテレビなんですけれど、型番としましては SC26XD2 ということで、まあこれサイズとしては26インチの液晶テレビなんですけれども、2006年の12月に買ったものなんですけれども、このテレビの最大の特徴として、このように DVD のロゴが出てるんですけれども、このテレビの最大の特徴は DVD プレイヤー内蔵のテレビだったんですね。まあ、今でこそブルーレイレコーダー内蔵のテレビとか普通にありますけれども、まあ、当時としてはこういった DVD プレイヤーが内蔵されているテレビっていうのは、まあ、結構珍しかったんだと思うんですけど、まあ、12年ほど使ってきて、やっぱりまあそれなりにくたびれてはいるんですけど、まだまだ DVD 再生のプレイヤーとして使ってはいます。ただしちょっとまあ困った不具合としては、片面1層の DVD が再生できるんですけれども、片面2層のこちらの DVD がちょっとうまく再生できなくなっていて、ディスクが全く認識できない状態です。その2層の DVD に関しては、まあ、2層とか1層っていうのはまあご存知かとは思いますけど、こういったまあ市販の映画の DVD なんかには多いんですけど、はい、こちらに片面2層ディスクとありますけれども、まあ、要するに1枚のディスクの中に記録面が22個重なって入っていて、プレイヤー側のレーザーの出力を変えることで、その2層の記録面をそれぞれ読み込むタイプのディスクなんですけど、プレイヤー側のピックアップのレーザーがちょっと弱ってるか、あるいはピックアップ自体が汚れているかで、多分こういった2層のディスクがちょっとうまく読み込めなくなってるんじゃないかなとは思うんですけれども、その問題を解決する簡単な方法としては、ピックアップを物理的に掃除するっていうことですね。汚れを落としちゃうことなんですけど、その時に使うのがこちら、はい、レンズクリーナーですね。まあ、これはCD とかブルーレイのやつにもあるので、まあ、見たことある方いらっしゃるかと思いますけれども、ディスクの表面にブラシがついてて、そちらに洗浄液をつけることで、洗浄液についたブラシでまずレンズの汚れを落として、でその他のブラシで空拭きをして、でレンズをクリーニングするっていうタイプの、クリーナーになります。でこちらエロコムさんのレンズクリーナーなんですけど、ここに、レベルが3ってありますね。で極超強力とありますけれど、これはもう完全にディスクが認識できなくなっちゃったような場合に使うような、レンズクリーナーですね。まあ、この他に、レベル1と2とかがあって、レベル1と2っていうのは、まあ、日常的に、こうレンズをクリーニングする場合に使うものですね。で本当に、ディスクが全然読めなくなっちゃったっていう場合に使うタイプがこちらのレベル3になります。はい、こんな感じで、クリーニング用のディスクと専用の、洗浄液が入ってます。こちらに湿式クリーニングブラシエリアってありますけれど、ここにあるこのグレーの丸いところにこう洗浄液をディスクのこちら側からこう垂らして濡らすことで、このディスクの裏側なんですけど、ちょっと分かりにくいかもしれないですけど、こう3本くらい白いのがこう縦にちょぼちょぼちょぼってありますけれど、こちらの1本がその先ほどの湿式クリーニングブラシエリアということで、そこからこう洗浄液が染み出していって、それがこうピックアップレンズに触れることで、まあ、ピックアップレンズの表面の汚れを落として、でその他の2本のブラシでもって空拭きをするという形式ですね。で、まあ、現状の
DVD プレイヤー、こちらの動作状況なんですけど、まあ一応このディスクでちょっとテストしてみたいと思いますけど、じゃあちょっと再生テストしてみたいと思います。というわけで、このディスクは再生できませんと言って、こういう感じでトレイが再び開いてきてしまいます。じゃあこちらのレンズクリーナーのディスクの方に洗浄液をつけて、ちょっとレンズクリーニングしてみたいと思います。先ほどのこの湿式クリーニングブラシエリアのところに洗浄液を一滴垂らします。洗浄液をこたらすと薄いグレーのところが若干濃くなるので、これで洗浄液が下の、ブラシの方に浸透して、それで、洗浄液が出てくるんだと思います。じゃあプレイヤーにセットします。でディスクが認識されるとこういう感じの画面がこのテレビでは出るんですけど、一応これ音楽 CD として、認識されてます。でこれを再生、クリーニングが終了しました。停止させてディスクを取り出し、付属の専用ケースに入れ大切に保管してください。はい、というわけでディスクを取り出します。さあこれで直ってればいいんですが、はい、ディスクをもう一回入れます。はい、OK ですね。というわけで、2層の DVD、これこのプレイヤーでは全く再生できなくなったんですけども、ヘッドクリーニングしただけで、このように、再生できるようになりました。でまあ年末年始とか結構こうまとまって休みがあるときに、DVD とかブルーレイとか一気見するなんていうとき、いざ再生しようと思ったらばディスクがうまく再生できないとか、完全にディスクが認識できなくなっちゃってたなんていう場合に、こういったレンズクリーナーを使うことで割と簡単なメンテナンスで再生が復活できることもあるかと思いますので、もしよろしければ使ってみてください。というわけで最後まで動画のご視聴ありがとうございました。もしこの動画が参考になったという場合はグッドボタンを、チャンネル登録もお待ちしております。関連動画からよろしければ他の動画も見ていってください。それではまた別の動画でお会いしましょう。